お疲れ様です。マホンです。はい、今日は皆さんお待ちかねかどうかわかんないんですけど、バタコさんの必殺技の一つ、バタ笛を今日はやっていこうと思います。よろしくお願いします。で、まあ、早速どんな音かご紹介したいと思うんですけど、はい、こういう音になるんですけれども、これ聞いてわかる通り、まずこれハブエなんですね。で、ハブエはハブエでも吸ってる、インワードのハブエになります。で、なおかつ、吸うハブエに対して吸う巻き舌を混ぜるとこの音になるんですけれども、今日は簡単に音を鳴らすためのコツとか、意識の仕方をご紹介していこうと思います。ハブエの難しいところはやっぱね、個人差がすごいあるんですよね。ハブエって、あの吐くハブエもそうだし、吸うハブエもどっちも一緒なんですけど、やっぱ個人個人歯並びが違うじゃないですか。だから、あの音の鳴り方も違うし、鳴らす場所も変わってくると思うんですよね。なんで一概にはこうしたら音が出るっていうのは言えないんですけど、僕個人として意識していることとかをお話ししていきますね。とりあえずバタコさんの笛っていうのは、口の両端どちらかから、どっちでもいいと思うんですけど、口の端から出しています。僕の場合はこれ僕から見て右側を使ってやってるんですけれども、やり方はまず口をすぼめる、唇を内側に、口の内側に入れます。こういう感じ。で、この状態にしたら、さっき言ったみたいに口の両端どちらかを使うんで、どちらかを開けてください。こういう感じ。本当に一番端っこを開けるイメージでいいです。で、口の端っこどちらかを開けると、自然に開けた側の、僕にとっては右側ですね、右側を開けたとしたら、右側に唇が全体的に、自動的に移動すると思うんですね。こうやったら全体的にこっちに唇が移動すると思うんです。で、そしたらその移動した唇をさらに同じ方向に寄せる、ちょっと寄せる、ちょっとだけ寄せてください。気持ちいい。このあたりがね、個人差で変わってくるんで、自分でいろいろ試してみていただきたいんですけれども、そしたら今度息を吸う段階に入るんですけど、右上の刃とその刃の、僕から見て右側の歯の間に向かって息を吸うようにしてます。それでなおかつ息を吸う方向が大事で、息をね、前からこう吸いたくなるんですけど、そういうイメージだとなかなかならないんで、イメージ的には真上から息を吸ってくるようなイメージ、刃と刃の一個右の歯の間に向かって真上から空気を吸う感じ。イメージ的にはほんと一直線、この歯と歯の間の隙間に向かって真上から空気を引っ張ってくるようなイメージで息を吸います。で、まあそうするためのコツとして、上唇よりも下唇をちょっと前に突き出すようなイメージでやってあげると、上から空気を吸い込みやすいと思います。一回まとめてみると、こういう感じなんですけど、で、最後にこれに対して吸う巻き舌を混ぜてあげれば、完成。こういう感じですね。で、あと息の吸う量ですね。息の吸う量は、あの深呼吸あるじゃないですか、あのラジオ体操の最後の方にやるやつ、あれぐらい、あれをやるときぐらいの吸う量が、まさに、バタ笛をやるときの息の吸う量と同じぐらいなんで、ってぐらい、まあそんな感じかな。で、この技はね、最初にも言ったんですけど、すごく個人差が大きいと思うんで、粘り強く、練習してほしいなと思います。で、僕もまだ全然安定してないから、もっと練習しないといけないんですけど、これはあのバトルでやるバトコさんは本当化け物ですよ。そりゃアジアチャンピオンになるわって感じですよね。はい、ということでね、今日の講座は結構説明が難しかったんで、ちょっと見づらい内容になってたら申し訳ないんですけど、ちょっとでも参考になったらグッドボタン、高評価とチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。あと、概要欄に Twitter と Instagram の URL を貼っておきますので、そちらもぜひ、チェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、今本でございました。ご視聴ありがとうございました。また次回。